にちは。今日はドリーの誕生日パーティーのために美味しい料理を作るんだ。あ、来た。あ、ありがとう、サムチン。スーも手伝ってくれるんだよね。もちろん。作るのはピザ、フルーツサラダ、アイスクリーム、もちろんケーキも。わー、盛りだくさんだね。で、何から始めよう。どうすればいい？みんなの大好きなピザから作ろう。すでに生地はあるんだ。他に何が必要？そうだな、トマトソースと美味しいトッピング、レタス、マッシュルーム、玉ねぎ、ピーマンがあるよ。よし、専門的な見解としては十分。よかった。それじゃあトマトソースを作ろう。トマトは果物って知ってた？野菜かと思ってた。ミキサーオン。トマトが果物なんて冗談でしょ。このソースをピザにのせるね。1、2、3、4。見て、ピザ全体にソースがかかったよ。次は何をのせようか。どれどれ。知ってる知ってる、絶対にチーズ。あった、黄色いの。遠慮せずたっぷりかけて。わかったよ。うわー、いい感じ。ピザ全体に乗ったかな。数えてみる。1、2、3、4。うん、これでよし。じゃあトッピングを用意していこう。オリーブはここ、これから乗せよっと。いいでしょ。サム、オリーブが木になるって知ってた？嘘、木になるの？次はキノコ。かわいいでしょこの子。みんな、キノコはどこで育つか知ってる？もちろん森の中でしょ。いろんなものがあるよね。正解。次は何？ピーマンにしよう。包丁を使うときは気をつけて。ピーマンの場所はここ。スー、足りないもの知ってる？サラミだよ。おいしそう。早く手作りピザ食べたい。まだ終わってないよサムチン。レタスを真ん中に置こう。やっぱりもっとチーズが欲しいかな。フリフリフリ、完璧。やった、これでピザを焼けるね。早く、うん、やけどしないようにね。ほんとね、オーブンは超熱いから。ちょっと待つよ。そう、あとどれくらい？もうできたよ。わあ、みんな見て、とっても美味しそうなピザが焼けた。専用のピザナイフで切るね。一切れちょうだい。いただきます。じゃあ次に行こう。ふう、料理してたら熱くなってきた。それならアイスクリームを作ろう。体が冷えるよ。あれ、材料は揃ってると思ってたんだけど、どこ行ったんだろう。あ、ここにあった。どんな果物があったかな。バナナ、オレンジ、緑の洋梨、あとはキウイとイチゴ。いいね。バナナから切ってくね。黄色が眩しいね。次は緑の洋梨。芝生みたいな緑だ。次はキウイ。緑色で皮は茶色。これはイチゴ。真っ赤でとっても甘いの。最後はオレンジ色のオレンジ。そのままだね。アイスクリームを作るためにはまず果物を冷凍しよう。スー、早く入れて。いいねいいね、美味しくなりそう。スクープを持ってこなくちゃ。どこだったっけ、確かここにあったはず。見つけた、どいて。どう、できてる？どれどれ。うん、冷凍フルーツを美味しいアイスに変えていこう。氷も入れるね。僕も手伝う。ありがとうサムチン、始めるよ。で、準備はできてる？もちろん、スタート。すごい、上出来じゃない。はあ、いい香り。スクープはどこ？ゴム持ってきた、乗せて。うわ、すごい、ストロベリーアイスか。今すぐ食べたい。
やば、早食いしすぎて頭がキーンとする。私も一つ食べよう。とっても美味しい。サムチン、次はケーキを焼こうか。みんな、ケーキを作るには何が必要？サムチン、なんだか知ってる？もちろん、メモする準備はいい？卵一つ、バター、砂糖、牛乳がいるよ。小麦粉とイチゴも忘れずに。完璧なレシピだね。まずは卵を準備しよう。殻を割らないと。うわ、ぬるぬるしてて伸びる。次はバター。もう持ってきたよ。はい、どうぞ。ありがとう。このままボウルに入れるね。できた。次は何？小麦粉。袋ごと持ってきた。助かる。みんな、小麦粉って小麦からできてるって知ってた？わあ、小麦を粉にしてそれでケーキを作るってこと？それってすごくない？甘くするためには砂糖を入れなきゃ。次の材料は牛乳。 100% オーガニック。牛乳はどこから来る？牛よね。どういうこと？イチゴはどこ？バレなきゃいいけど。サムチン、それちょうだい。わあ、大きなイチゴ。これも入れてっと。これで十分よね。次は生地を混ぜていくよ。ふわふわに仕上がった。この生地でふわふわのケーキができるはず。ケーキのデコレーションを完全に忘れてたね。絶対にホイップクリームが必要。そうだった。サムチンが思い出してよかった。この上に乗せて、あとはケーキを焼くだけ。一瞬でできるよ。スイッチ入れて。あ、できた。あ、すごい。次はデコレーション。このバラかわいいね。ケーキにのせるところがある。これは側面に。スー、3層目も忘れずにね。了解。ドリーが願い事をできるようにろうそくも立てよう。わあ、素敵なケーキが出来上がったね。頑張った。スー、まだ料理が足りないよ。お客さんがいっぱい来るもん。もっと料理が必要だ。フルーツサラダを作ろう。これがあれば間違いなし。美味しいフルーツサラダを作る材料は揃ってるよ。わあ、明るくてカラフル。僕好み。スイカから始めよう。どこに行っちゃった？あった。半分に切るよ。こっちとこっち。次はバナナ。これも小さく切っていくね。スイカの仲間入りして。キウイも入れよ。美味しいよね。そうね。4つに切っていくよ。こうやって。みんな、ドラゴンフルーツはどこ？私より早く見つけられる？大正解。よくできたね。美味しいサラダに入れよう。いい感じの出来上がり。絶対美味しいね。もうお客さん来ちゃったの？早いな。ドリー、まだ覗かないで。わかってる。誕生日のサプライズを見る準備はいい？わお、すごい。美味しい食べ物がたくさん。アイスまで。それに誕生日ケーキも。信じられない。あ、みんな来てくれたの？嬉しい。お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。頑張ったね。みんな嬉しそう。
私たちって良き相棒。確かにね。一緒に料理してくれてありがとう。チャンネル登録お願い。またね。バイバイ。